21,358メートル。今日は好調ですね。では調子がいいうちに戦闘訓練をしましょう。ウォーミングアップを開始します。システムの指示に従い戦闘動作を完了させてください。星の怒りを転生せよ。この一撃は星を貫通します。ウォーミングアップ終了。ここから先はご自由に敵を撃破してください。戦闘訓練が終わった後、少女はいつものように趣味消しの元凶に入った。瞑想訓練を朝のトレーニングの締めにしているからだ。そして瞑想を共にしている者もいつもと変わらない。神の鍵、黒煙白花である。3年前、少女は主教から最強のバルキリーを象徴するこの武器を与えられた。まるで記録を破った少女に、主教が歴史上最も若い A 級、そして S 級バルキリーの称号を与えたように。そんな彼女はいつの間にか戦場でバルキリーたちから主教の次に最も信頼される人物となっていた。しかしそれでも、少女の心の奥にはどうしても拭えない違和感があった。その違和感は少女の人生に関係しているが、彼女の人生そのものから来ているわけではない。実際彼女はよく知っている。すべてのバルキリーは舞台に入ったその瞬間からすでに今後の人生をどのように過ごすのかを決めているのだ。彼女たちは人々の運命を背負い、美しい世界のために必死に戦う。血を流すことも厭わない。その事実に対し、少女は平然としていた。むしろ危険な場面で自身の力を示す感覚を気に入っていたとも言える。年齢とともに彼女はどうにもできないものも存在するのだと理解するに至った。どんな価値観があろうとも、人は複雑な運命の中で選択しなければならない。言い換えれば、この世界に存在する互いに矛盾するあらゆる因果の中で、責任を負うこと、義務を果たすことには順番というものがある。少女に関しては、経験したすべてが最初からあの主教によって計画されたもののように感じるのだ。漁師の海での旅から、先行者との偶然の出会いまで、そのすべてはあの主教の計画と命令から始まっている。彼はまるでマハーバーラタに登場するアルジュナのドラマチックな人生を作ったクリシュナのような存在だ。自分はそんな運命を好ましいと思えるのだろうか。たと
とえアルジュナが誰もが知っているような英雄であっても、たとえ今までの人生に不満を感じた記憶がなかったとしても、ビアンカ、ただいま。おはようございます、主教様。おや、少しも驚いていないようだが、僕の登場にも突然君を本名で呼んだことに対しても驚かないんだね。そういうことは重要ではないでしょう。話があるならストレートにお話しください、主教様。また新しい任務ですか？この間にあったことはきっと琥珀さんとリタから報告されていますよね。表向き主教様はまだ行方不明になっていますが。そういうはっきりとした物言いを聞くと、まだデュランダルになっていない頃のビアンカを思い出してしまうよ。女性は大人になると変わるとよく言うけれど、君に関しては本当に幼い頃の面影もないんだね。中身が変わっていなければ十分ではありませんか？口数に関しても、ポーカーフェイスに関しても、何かに影響するようなものではありません。理屈は間違っていないよ。でも、孫にも衣装という言葉もあるじゃないか。今日服を着替えたかのように、次の仕事に向けて君には気分転換が必要だ。なぜなら、デュランダルという名にふさわしい使命を果たす機会がやってきたんだから。準備しておいてくれ。30分後、世界の泡を虚数の木に接続する探索実験を行うぞ。主教は意味深長な笑みを見せると、軽快な足取りでその場を去った。顔色一つ変えずに、誰もが驚くような情報を口にする。それは自由奔放な彼が好む伝え方だ。12歳の頃から背負ってきたあの運命と一生を共にする。少女はそう思ってきた。何せ漁師の海の中にある世界の泡を虚数の木に戻すだなんて行為は、決してたやすい話ではないからだ。世界は虚数の木に芽生え、繁栄し、朝礼し、そして最後は漁師の海に沈み消滅する。それが自然現象である。3年前、事態は最初の転機を迎えた。主教は虚数の木に関する自身の研究成果を少女とその副官に教えた。主教が言うには、少女たちの私的な目標は彼の最終計画があれば達成できるそうだ。そして2年前、今日と少しだけ似ている秋の日、主教に協力した少女は第二の神の鍵を手に入れ、関連する実験の中で全文明の合社計画実行者に出会った。そこから主教の最終計画も急速に走り始めた。しかし、どうであれ、事態の発展が今日のように早く突如やってくるものだなんて少女は思いもしなかった。漁師の海での旅は少女にとってはまるで昨日の出来事のようである。シェイクスピア船長、
ミゲルおじいさん、ジミー、それからユニークでおかしな人たち、シュレーディンガー博士とシグレ・キラ先輩。彼女たちはまだ漁師の海のどこかでさすらっているのだろうか。それにあのお茶目なデュランダルこそがマナだと語っていた聖剣、数奇な運命を持つ人工的に作られた世界の泡、それを虚数の木に接続することができれば、少女は彼らを本当の意味で救える。もしかしたら崩壊に立ち向かう人類のためにかつてない退路を探し出すことすらできるかもしれない。ここ数年間、一生にも及ぶ年月が必要になるかもしれない目標を少女は心の中に隠してきた。まさか運命を決める時がこんなにも早く突如やってくるだなんて。彼女主教の言うことは間違っていなかった。今この瞬間、大事な仕事を迎えるにあたって確かに気分転換が必要であったから。